本日はですね、岐阜市北方町にあります、パン屋さんのポエムさんですね、こちらの方に来ておりますね。中に、市内線の車両がありますですね、750系がありますので見てみたいと思いますね。ちょっとガラス越しですのでね、反射があるかもしれませんけども、台車がないですけどね、車両の、上の方ですね、車体があるということですね。中に入らせていただこうと思いますね。側面から見ましてですね、751であるということが、分かりましたですね。車内つり革などもあるということで、非常にね、綺麗な感じで、レイアウトされておりますね。店内はねパンのいい香りがしておるんですけども、我々、鉄オタについてはとってはですね、やはりこの車両に非常にこの興味があるということになりますね。この車体の内部ですね、ここが喫茶室兼、パンのですね、展示コーナーになってまして、この車内でパンを選び購入するという形になっておるようですね。このグリーンはですね、どうですかね、私の印象ではね、本当に昔の名鉄車両のグリーンはもうちょっと色が濃かったかなっていう気もするし、いやいや、こういった戦前車両ですのでね、その当時のグリーンはこんな感じの色だったかなって思ってみたり、ちょっと正確なことは言えないんですけど、運転席ですね。先日ね、谷組駅で見たものと同じになりますけど、色がグリーンであるというのがやはり何かね、いいですね。やはりね、室内での保存車両となりますので、非常にこの程度がいいと言いますかね、錆びたり剥げたりはしていないということで、非常にいい感じですね。よく手入れされておると思います。この乗り降りの場所ですね、この辺りもね、本当に100年近くお客さんが乗り降りした板ですから、また2組駅の車両はね、ずいぶん剥げてましたけど、こちらはね、もう一回ニス塗りをしたと思われますが、非常にこの綺麗にね、レストアされていると言いますかね、こういった何ですかね、小道具などもね、すべてそのままということですね。室内がですね、上が白熱と蛍光灯になってますので、ね、ちょっとこれは本来ではないなというか、本来はこの元黄色いね、電球であったと思いますね。窓側のこの側面の板はこれは張り替えてあるということですね。しかしね、この辺の感じはなんとなくこう往年のね、車両の状態を物語っている。751番ですね。このですね、750型といいますのは、扉が3つあります、通勤電車っぽい、郊外電車となっていましたね。これは中央の扉でして、
さっきの前半分が喫茶コーナー、現在ちょっとねお休みしているということで、後ろ半分はこのようにパンが陳列ということになっておりますね。こういったかつてのね整理券のコーナーですね。そしてこの荷物棚、この辺りは本当に昔のままとなってまして、このようにねこう床の機器をですね、開けるということですね。まあこういうものは勝手に開けてはいけないって言いますけど、まあね我々としてはまあちょっとね開けてみたいなという、まあ多分モーターなどが入っていると思われますが、非常にね、興味深い部分ではありますね。うん、これはちょっとね開けてみて中を見たいものだと。このあれですね、先頭部のこの出入り口ですね、この剥げ方は非常にこの素晴らしいですね。年季が入っています。前方の扉から出ますと会計がありますね。バックミラーが残っていまして、奥が厨房となっておりますね。この辺りは運転席、かつてのままということになっておりますね。まあ先日もね、谷組駅で見ましたけども、まあこの750型ね、希少なんですね。あまりたくさん保存車両がないということで、まあ谷組駅にあるものは赤ですけどね、ここはグリーンだということが、まあ、非常に私としても嬉しいなということです。まあ、実際ね、現役時はこれは私は乗ったことがありまして、まあ懐かしい車両でもあるということなんですね。運賃箱整理券ですかね。こちら側はねトイレに出入りできると思われます。扉開けてありますね。こんな感じでして、お手洗いとなってまして、ボディですね。こちらの方はねちょっと前面はあまり入れない状況になってますね。やはりね地元の方がね、地元の車両を、まあ、こうして購入し有効活用しておられるというのは一つのねその鉄道車両保存の、まあ、アイデアかなと思いますね。本当にこういったね、活動してくださってですね、こうした文化財的な車両がですね残ったということ、それは非常にありがたい感謝なことであると思いますね。本当に今後もね、まあ、亀屋さん大繁盛ということでね、
皆さんも岐阜の方へ見たときは北方町柱本ですねのポエムさんにぜひお寄りください。北方町の役場からね少し南に行った感じの場所ですね。本当にこのライトかっこいいなと思いますね。非常にね興味深い、保存車両でしたね。まあ名残惜しいですけどもちょっとね住んだ場所に移動します。先ほどのですね、パン屋さんポエムさんから、北の方に500メートルぐらいですかね、そこで実際、電車が走っとった揖斐線のね、駅があるわけですが、こちらはですね、北方千歳駅だったか美濃北方だったかちょっとわからなくなっちゃいましたけど、多分千歳駅の方じゃないかと思いますが、いまだにホームは残ってますが、ご覧の通りね、ソーラーパネルになったということなんですね。まあ、この辺りは、まあ、北方町のね、昔ながらの、まあ、中心街といいますかね、商店街などもあった場所でしたね。ホームもこのように残っているんですけど、まあ、ソーラーパネルになった。ということになりますね。向こうの方が町で、県道があって、まあ、消防署や警察などね、まあ、町の中心街となりますね。そして、この踏切で渡った列車は、このまま直進しましてですね、あれですね、何だったかな、レールバスの、落とす鉄道ですかと交差すると、まあ、そんなになるわけですね。まあ、751に関してはね、正直私としてはいくらでその、買い取ったかとかですね、まあ、移動の費用どのくらいだったかとか、まあ、関心のあるところではありますね。ただ、ちょっとお店の方はね、忙しそうだったので、まあ、まあ、そういう質問はね、せずに帰ってきましたけども、まあ、ああやった形でね、鉄道遺産を残しておってくださるということにね、非常に嬉しく思っておりますね。本日は以上です。